3月12日更新のケムフレ3。さあ今日はアップデート入りましたね。なんかちょっとメンテ伸びてましたね。新機能紹介。なんかアップデートするのはいいけども、開始5分ぐらい以内にしょっちゅう落ちるこの仕様はいつになったら改善されるんだろうな。機種にもよるだろうけど、そんな古いわけじゃないんだけどな。うん。さて、おしゃれアクセキのステータスと見た目が変化するみたい。いいね、こうやって見た目が変わるのいいね。指輪だと分かりづらいからもっと分かりやすいんじゃないかな。これが力比べにこちょこちょ。アーケード版でおなじみのこちょこちょ機能。獣ミラクルをキャンセルさせるだけかな。うん、めんどくさいっすね。ワイワイツリーハウスに新要素、充電電池。なんだこれ。乗り物を動かすための電池、太陽光で充電します。スペシャルクエストで使用します。へーへーって。なんかいろいろ機能は増えるっぽいね。ワイワイツリーハウス、お、 BGM が変更できるレコード。でもな、この動画内ではね、別の BGM 入れてるんですよね。なぜかケモフレ3の BGM はちょっと権利関係引っかかるのが多くて。なのでこの辺りは皆さんご自身でお確かめくださいね。インテリアでスタミナ最大値のアップ。へえ。あ、 SSR、 あ、こういうのはね、まあそうは当たりませんよと。一部調整。うん、だからアプリ落ちる仕様をさ止まる仕様をさ直しましょうよ。特別ミッション、今回新しいガチャも入りましたね。うん。お、いずれ50回で土の子のが。うん。で、新規のイベントも入りましたと。今回のは何系だろう。ああ、ツリーが登っていくやつね。マップキー、すごいマップキー。必要になるやつ。なので、これはもう毎日しっかりやらないとですね。さあ、今回はサクッとまた、ちょっとガチャをやりましょうか。ちょうど小符が20枚あって、1回おまけで 48% オフいけるからね。15枚で確定。10枚で 60%。うん。3枚で 20% でいずれかが出てくる。このさ、霊装、フォト、いいっすよね。新井さんとアラフェネのこの温泉の、これいいなぁ。これ、幻突するとどうなんだろう。ケツハルもね、ちょっとやりたかったんですけども、ちょっと、うん、耐えていた。やりましょうか。まあ石をね、新規の、うん、ドール、ミーアキャット、マイルカの、まあ、属性違いかな。うん、新しいやつですけども、この3人のが別に欲しくなければいいかなと思ったんですけども、ちょっと結構大きめのアップデートあったからね、せっかくなんで動画化しつつ。お、なんだこの色。え、ガチャの演出変わったのこれ。違うか、星4が出るときにこういうフワワーが出たのか。びっくりした。でもさ、星4フォトってのはさ、世の中に世の中このゲーム内にいっぱいあるからさ。なるほど、星3でこの金色、2以下でこのブルー系統で、星4だとフォトとフレンズ、この色ってことか。びっくりしたね。お、やった、温泉霊装。お、また来た。これいいっすね。フェネックが尻尾で隠してるってのがまたいいっすね。すっごいですよ。で、もう一度招待券を使って、もうなんか今回フレンズ当たんなくても今のフォトがあるだけでちょっといいかなって感じしてきますね。お、3回目は全然出ないぞ。で、招待券3つ手に入ったので3枚使って、ほい、 20% で誰かが来ておくれ。
フォトって、フォトって何？ぬへー。チェッ。まあでも本当、今回のフォトが良かったからね、まだね、許してやろうかなって感じしますよ。あとなんか弾けるのはないかな。うん。今回はあれかな、SP チケットとか、イベントで入ってたりするかな。あのツリーの方を登っていく報酬でなんか招待券系、あ、1枚ありますね。じゃあこっちでやっといた方が良かったかな。まあ一回アップデートお祝いということで何がお祝いだろう、別に課金してないのに。月のパスは入れてるけどね。プレゼントの方で、あ、所持数上限か。フォトが何気にね溜まってきちゃったからね、ちょっとパンパンになったりしてますよ。これがさっきのワイワイツリーハウスで、ちなみにハウスね、全然いじってないんですよ。うん。もうちょっと、うん。磨いのある、お部屋にした方がいいんだけどな。で、クエストで、ちょっと様子だけ見ましょうか。登っていった先の、これは、あれだね。シナリオフレンズの招待券ってやつかな、さっきあった。これですね。楽しみだな。こんなが結構持ってないフレンズもいるから、うん。誰かな、誰が来るかな。イワピー欲しいな、そろそろ。うん。まあ、しっかりストーリー、シナリオ、イベントのやつを進めてもらっておきましょうと。ということで、今回の動画はこんな感じです。また次回。